どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今ですねちょっと深夜すぎるんですよ。深夜の真っ只中でございます。今の現状はですね、まあ普通に喋っていきたいと思います。ここをちょっと5番一つ取り逃したんですけれども、タウンホール10はこのように2つまあしっかりと取れていて、ここで10番も見せてしまったんですけれども、まあ他はタウンホール、まあ9は星さんと、そしてまあ敵の方も8番をですね星さん取られたりと、まあこうどっちに傾くかまだ全然わからない状況でございます。よし、今回2番ゆうきさんを攻めたいと思います。こちらですね、私今回奇抜な攻めをねしていこうかなと思います。ヘイストとかですね、バルーンを巧みに使って削ってタンホールを取る、星2を固く取っていこうかなと思います。よし、よよよよよよ、しししししししと泣き、もう泣くんすよ。もう編成を見てもらいましょう。ポイズン2 違う、ね、地震と、ヘイストを3つ組み込みたかったんですよ。そうしたらですね、ポイズンがまさかの2になってしまったというね、ガーゴイルで相当削っていけたらなと思います。よし、いきやす。今回相当奇抜な攻めですよ。よし、奇抜な攻めを見せてありましょうかね。もう行きますって言っちゃったんで行きます。攻撃、うおこれですね、今多分皆さんライブリプレイ見てると思うんですけれども、あのね、暗面の方が、あれ、キヨキヨなんだこの編成は、ポイズン2個積んでるぞ、こいつミスってんじゃねみたいなね、多分言われてますよ多分。あれなんだこの攻めはみたいな。行きます。まずですね、ここをですねヘイストでぶちかまして、行きます。あ、4つやっちゃった。オッケー。まあ、いいんじゃね、まあ、悪くはない。ああ。やっぱ来たか。ここも。倒せない。これやばくない？これやばくないっすか、これ。これちょっと、全然削れてないっすよ。正直。地震を通します。ちょっと正直やばいな。9% でしょ、今。正直なところ言うと、正直な感想を言うと、ちょっとやばいかなと思います。まあでも、ここは、どこ落とそうかな。あ、やっぱりそうか。ここは、あ、すっげえ泣くな、まあ、とりあえず行きますね。ボルブリか。だいぶ適当な攻めになってんな。ポイズン2発撃ちですよ、これぞ。よし、いけ。これは行っただろ、これは行っただろ。これは確実に行ったような気がするんですけどね。よし、いいぞ。これは相当余裕がありますね。あ、余裕がありますね。よし、オッケー。うん、これ、ちょっと待って、ゴーレムあ、オッケー。余裕。あ、ポイズン一発残しとけばよかった。ポイズン。まあ、バルーン3体残ってるっていう、相当ちょっと。余裕が、ありますね。どうしようかな。この余裕っぷりはちょっとやばいな。ちょっと待って、これ、ちゃんとユニットをうまく使いたい。ユニット、まだ、よし、オッケー。待って、どうしよう。よし、これ一応、これ星さん取る方のために、一応こう、情報は出しときます。そうですね、ここら辺で出しときましょう。ここら辺でこうね、対空爆弾とかあるかもしれないので、こういうのはしっかりと出していきます。散らせますね。対空爆弾の位置とか相当割れてますね。うん、いいんじゃないか？うん。役割果たせた。オッケーっす。
オッケーっす。あ、やべ、パソコンフリーズした。あぶね。オッケーっす。オッケーっす。オッケーっす。ウォールブレイカー突っ込まれちゃったか。ウォールブレイカー相当ミスりましたけどね。ということで、2回目の攻め、取れました。ご視聴ありがとうございました。